1週間前の映像だ。もしもし、私、会ってくれるの？わかった。今ならたかし出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。お父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとう、お父さん。でも私、たかしのこと信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。おう。ああ、おい。
ああ、遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は郷田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。分かった。